遠く英領ボルネオに作戦中の我が皇軍は、昨年12月31日、ブルネイ王国の首都ブルネイに堂々の進駐を行いました。日本の意図を信じ、日本の真意を了解してこの日を待ちあぐんでいた、ブルネイ国王夫妻は、親しく皇軍を郊外まで出迎えられました。金色の模様のある黒色の上着、黄色のズボン、頭にはターバンを巻いた王様は、我が軍を心から歓迎し、自ら先に立ってブルネイへと向かいました。王は我が帝国に忠誠を誓い、国民は歓呼して我が軍の進駐を迎えました。ここにもイギリスの支配から逃れた喜びが満ち溢れています。そしてこのゴムと石油に恵まれたサルタンの国ブルネイは、この日から我が日本の指導のもとに希望に輝く構成の第一歩を踏み出しました。絵のようなブルネイの町を後に、皇軍はさらに海を越え、4時間の行程のラブアン島に渡る。ここでも我が軍は市民の歓呼に迎えられ、かつてこの地方の無血占領は滞りなく完了しました。